大原駅は千葉県いすみ市大原にある東日本旅客鉄道、いすみ鉄道の駅である。JR 東日本の外房線と、いすみ鉄道のいすみ線が乗り入れ、接続駅となっている。いすみ線は、もともとは木原線を名乗り、外房線ともども、日本国有鉄道の、後に JR 東日本によって運行されていた。そのためあたり駅は国鉄の単独駅であった。 しかし、木原線は、第一次特定地方交通線に指定されたため、国鉄分割民営化の1年後の1988年に、いすみ鉄道に転換され、旧木原線の駅も、JR の駅から独立し、現在の形となった。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。3番線の海側に4本の留置線があるほか、 五専用施設がある。互いのホームは五専橋で連絡している。勝浦駅管理の直営駅で緑の窓口、自動改札機、自動生産機が設置されている。乗り場駅舎側を一番線として順に以下の通りである。東端式ホーム一面二線を有する地上駅。JR 側の一番線は外房線千葉方面からの連絡線が接続しているが、 通常は使用されない。2013年1月17日にキハ3062の譲渡を受けた際に、この連絡線を使用した。キハラ線時代は、現行の JR 一番線ホームから発着し、千葉からの直通列車が設定されていた時期がある。改札口はあるが、駅員は配置されておらず、無人駅である。駅舎は、JR の駅舎とつながっている。 食券型の自動券売機が置かれているほか、オリジナルグッズ等を販売する売店が併設されている。また、売店では、急行券やフリーギップの発売も行っている。定期券は JR 緑の窓口で発売する。ホームには芸術家である宮崎健介と千葉県立大原高等学校、千葉県立大滝高等学校の生徒が作成した壁画が飾られている。 乗り場近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、いすみ市の中心市街地に位置する。駅周辺は、行政機関、公共施設、中小商店などが点在し、近隣には、国道128号、国道465号が通り、国道沿いには、大型商業施設が点在する。駅前ロータリーバス乗り場は、駅前ロータリーに位置する。 外房線の特急、我が潮の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。注釈出典。ありがとうございます。